なも憂鬱。私の名前はアスナ。念願の赤ちゃんを授かることができ、とても幸せだ。しかし私には悩みがある。それは同居している姑だ。息子のことを溺愛しており、嫁である私を敵だと思っている。結婚当初からきつく当たられていたが、最近はさらに扱いがひどくなっている。アスナさん、朝食はまだなの？すみません。朝から気持ち悪くて。昨日の残りがあるので、それを食べてくれませんか？はあ？まったく何を甘えたことを言ってるの？あなたはうちに嫁に来たの。つべこべ言わずに料理を作りなさい。簡単なものでいいわ。ご飯と味噌汁。あとは簡単なおかずね。でも、匂いがきついんです。うるさい。こっちは簡単なものでいいって言ってやってるんだ。さっさと台所に立て、この役立たず。つわりで体がしんどい時も気を使ってくれなかった姑。それはお腹がどんどん大きくなっても変わらなかった。私はお腹が大きくなるにつれ切迫早産の兆候があると言われた。おそらく何かと家事をやらされていることが関係している気がする。医者に言われ絶対安静を気をつけている。しかし姑はそんなことを許さない。アスナさん、私今日は汗をかいちゃったわ。早くお風呂に入りたいんだけど。どうぞ先に入ってください。あんた本当に気の利かない嫁だね。早く風呂を洗えって言ってるんだよ。え？ちょっと今は無理です。お腹が張ってるので横になりたいんです。はあ、一日中ゴロゴロ寝てばかり。私の頃はそんなの許されなかったんだよ。ほらさっさと動け、手伝え。お母さん、いい加減にしてください。お腹の子に何かあったらどうするんですか？そんなことでダメになるなんて。お腹の子はよっぽど体の弱い子なんだね。うちの息子みたいに丈夫でいい子じゃなきゃ許さないよ。ひどい。私だけならまだしも、お腹の子まで存在に扱うなんて許せない。耐えきれなくなった私は旦那に相談することにした。仲良くやっていきたかったが、もう無理だ。お母さんの振る舞いはひどいわ。私だけならいいの。でもお腹の子は違うでしょ。こんな扱いを続けられたら耐えられない。そうは言ってもな、母さんは経験者なんだからさ、言うこと聞いてれば大丈夫だよ。経験者って、妊娠出産は人それぞれなのよ。お母さんは軽かったかもしれないけど、私はつわりが重かったの。それに切迫早産の兆候があるのよ。そういうことは男の俺はわからないよ。わからないから何？自分はノータッチでいいと思ってるの？おいおい、そんな怒るなよ。お前妊娠してから変わったぞ。母さんの言うこと聞いてたじゃないか。それはまだお腹の子がいなかったからよ。でも今は違う。私はこの子のことを守らなきゃいけないの。あなたがそんな考えなら一緒に暮らせない。極端だな。わかったよ、母さんに優しくしろって言っておくから。旦那に期待はしていなかったが、父親になるのだ。少しくらい子供を守る行動をしてくれてもいいと思う。あー重たい。年寄りにこんなものは運べやしないよ。どうしたんですか？大きな段ボールですね。ふん、近所の人にかぼちゃをもらったんだよ。ああそうだ、これをちょっと台所に運んでおくれよ。え、無理ですよ、重たいの持てません。ふざけるな、どこまで甘えるつもりだい？うちの息子に変なこと吹き込んで本当に嫌な嫁だよ。え？息子に言われたんだよ、ちょっと優しくしてくれって。じゃないと離婚されるかもしれないからって。あんた汚い女だね。離婚をちらつかせればいいと思ってんのかい？私はそんなつもりじゃ、ただ出産するまでは安静にさせてほしいから。はあ、やだやだ、言い訳なんて聞きたくないよ。とにかくこれを運べ。じゃないと
この家から追い出すよ。お母さん。いいから運べ。私は切れそうになるのをぐっとこらえ、段ボールの横にしゃがんだ。その時だった。そんな嫌そうな顔するんじゃないよ。虫ズが走る。え？シュートメは私の肩を足で蹴った。その拍子で後ろに転倒してしまった。その直後、お腹の痛みが増し、私は救急車で運ばれたのだった。このままではお腹の子の命が危ない。私は全てのことを医者に伝えた。話を聞いた医者はブチギレて、姑と旦那を病院に呼び出した。旦那さんとお姑さんですか？ちょっとお話があるんですけど。なんだい、どうせ大したことなかったんだろ。あんなに痛がって大げさなんだよ。そうだよな、はあ、びっくりした。救急車を呼んでくれなんてみっともない。いい加減にしなさいよ。あなたたちはこれが命に関わることってわからないの？は、はあ？妊娠することは女性にとってとても体に負担がかかること。内臓が圧迫され、ただ座っているだけでも辛いんです。そんなことわからないんですか？子供を持つあなたならわかるでしょ。あ、私はそんなことなかったんだよ。自分がそうじゃないから無理をさせてもいいと。アスナさんは切迫早産の兆候があると言われてますよね。絶対安静が必要なんです。それなのにこき使って、人の心ってものがないんじゃないですか？うるさいうるさい。妊娠は病気じゃないんだ。甘えてる根性を鍛えてやるっていうのが母親の役目だろ。病気じゃないから辛いんです。う、病気だったら薬を飲んで緩和したりできるでしょ。でも妊娠中は薬を飲めない。その辛さを口に出すこともできない。赤ちゃんを無事に産むまで耐えなければならないんです。それを支えてあげるのが家族でしょ。旦那さん、あなたは何をやってるんですか？え、俺は何もしてない。そうでしょうね、何もしてないですもんね。あなた、父親になる自覚ないんですか？自分の奥さんと子供も守れないんですか？情けない。なんでそんなこと言われないといけないんだ。俺は働いてる。はぁ、働いてる？それの何が偉いんですか？奥さんは命がけなんですよ。出産は特にそうです。母子ともに健康なんて保証はないんです。姑の暴走を止められるのはあなたしかいないんですよ。それすらできないなんて、父親として失格と言ってもいいでしょう。あんたにそんなこと言われる筋合いはない。誰も言ってくれないから私が言ってあげてるんですよ。アスナさんはあなたとの将来を悲観してます。離婚を言い渡されてもおかしくないでしょうね。そんな。今日をきっかけにお二人は変わってください。アスナさんに対する思いやりを持つこと、そしてお腹の赤ちゃんを守ることを最優先に考えること、いいですね？わかりました。ふん。医者から旦那と姑に説教をしてくれたと聞いた。これで少しは暮らしやすくなるといいんだけど。私は1週間入院してから家に帰った。何か変わっていると期待していた私がバカだった。お母さん、しばらく入院してお世話かけました。もう帰ってきたのかい？もっと入院してればよかったのに。その腹立たしい顔を見たくなかったのに。ひどい、なんでそんなこと言うんですか？あんたのせいで恥をかかされた。この家から出ていけ。二度と敷居をまたぐんじゃないよ。わかりました、実家に帰ります。お世話になりました。私は最小限の荷物しか持ってきていなかったので、すぐに準備して実家に帰った。もっと早くからこうしてればよかった。それから数ヶ月後、私は無事に出産することができた。姑に何か言われたのか、旦那は生まれた日に顔を見せただけで病院に来ることはなかった。そんなある日、旦那から連絡があった。アスナ、そろそろ帰ってこないか？無理、もう二度とあなたの家には帰らないって決めたの。というかお母さんにそう言われたしね。そうなんだけど、
母さんが転んで怪我をしちゃったんだよ。世話が必要になってるんだけど、俺は仕事があるし。なあ、手伝いに来てくれないか？お母さんに言っておいてよ。怪我は病気じゃないから大丈夫って。そんな。二人で仲良く暮らしなさいよ。大好きなお母さんとね。ああ、それと離婚しようと思ってるから。え、なんで急にそんな話になるんだよ。母離れできないマジャコン男とは暮らせないわ。わかったよ。俺ちゃんとするから離婚はやめてくれ。それはこれからのあなたの行い次第ね。それじゃあまた。今までおとなしかった私が強気に出たのが幸いしたのか、旦那は私の味方に立ってくれるようになった。それが面白くない姑は文句を言っていたが、私も言われっぱなしの嫁ではない。これからは姑にも旦那にも強気で接していこうと思う。いつでも離婚できる準備をしてね。